今回は Amazon で見つけたメスティンポーチを紹介します。表面はコーディラ素材で、自分はマルチカムを購入しました。内側は銀色です。薄い感じの銀色。説明を見ると、半合炊飯をした時の蒸らしに使えるようにこの銀色が貼られているようです。シンプルにコードロック式コーディラのマルチカムですが、少し明るめです。ミステリーランチのコーディラと比べるとこんな感じ。若干明るめのマルチカムです。バリスティックスのコーディラと比べてもやっぱり若干明るいです。それではメインの使い方のメスティンを入れてみます。さすがにぴったりサイズです。さすがメスティンポーチっていう感じ。いい感じで収まります。他のものを収めてみると、アウトドア定番のナルゲンの1リットルボトル、こちらもぴったんこサイズです。内側のシルバーも効くと思います。CB 缶を入れてみると、 CB 缶を入れると少し余るので、この部分にライターなどを入れることができます。なかなかぴったりサイズです。その代わり CB 缶と ST310 を一緒に入れるようなことは無理でした。他にはコーヒーミルなどコーヒーセットを入れたりすることも。何かと使いやすいサイズ感です。袋自体は 38g、 結構軽いです。今回は Amazon で1280円で見つけたメスティンポーチを紹介しました。なかなかサイズ感のいいポーチです。次回はヒルサウンズの BTR14 インチのライトウェイトスツールを紹介します。